だって今日はシンシン、まず最初にシンシンとラビと一緒に配信しようってなってたんですけど、まあちょっとできなくて、で今ここにやってきて、ワカポンとしおりさんがしてて、でもうケイトがここに来たらどっか行っちゃいましたね。みんな早い、準備が早いです。本当にねえそんな一人ぼっちです、今日は。ねえ、そうなんですよ。みんなケイトさ、いつも公演前にこう、あとこの辺の時間帯で配信するんですけど、まあ4月になればもうちょっとみんなで配信できるので、それまでの辛抱ですね。長いですね、4月までが1ヶ月ありますので、はい、1ヶ月ですね。ちょっと長いですけど、まあ首を長くして待とうかなと思います。多分4月からですよね。3月はまだだった気がするね。でもそう考えたら、昔は8時、夜は8時までの配信とかだったんで、その夜の8時があと1ヶ月で解禁されると思うと長くなりますよね。長くなる、うん、あのもうすぐやねっていう気持ちになりますよね。本当に本当に誰もいなくなっちゃいまして、すごいなんかすごい、え、なんなんやろ、劇場がなんかちょっと綺麗になってて、すごい殺風景みたいな感じなんですけど、人もいないし、人もいないし、物もないし、ああ寂しい、悲しいですね本当に。まあと1時間もすれば、1時間もすればね、200人ぐらいいるので200人ぐらいに会えるので寂しくないですね。これをあのウォーミングアップだと思って助走、あえてね、そう、そうそうそう、本番までの助走ですから、そうそうそう、だからちょっと待ってますっていう、本番前なんてそういうもんですから、そういうもんですからね。今日は3月1本目一発目の青春なので、春ですね春ですね。3月4日か今日、あ、昨日があれか、ひな祭りだったの。ひな祭り何かしましたか？ひな祭りしました？ケトはひな祭りはしてないですね2月の後半くらいに、なんかひなあられみたいなのがとか、なんですっけ、ひしもちとか、まあ、ひな人形とか売り出したりするじゃないですか。そんで2月の後半くらいにひなあられを売ってるのを見つけたから、あ、買っとかないとなって言って買ったんですよ。なんかキャラクターのやつ買って、そのキャラクターが、妹が好きなキャラクターのやつを買ったんですよ。でそのひなあられ買って置いてたんですけど、気づいたらなくなってました妹がちゃんと食べてて、しかもあの2月中にも食べあげてたみたいで、そう、ひな祭りまでひなあられ残ってなかった。そうなんですよ、一緒に食べようと思ってたんですけど、ちょっと
とね、早かったです。フライングひな祭りしてしまいました、ね、だから今年食べてないんですよ。けどひな祭りっぽいちらし寿司とかも食べてないし、ひな祭りってことにまず今日気づいたしそうなんですよね。全然そうなんですよひな祭りっぽいことをしてないね。今日、あ、確かに今日ならまだバレンタインとかもさ、あの1日遅れたりとかしますもんね。1日早かったりとか、だから今日まだ今日中にあのちらし寿司とか食べれば間に合うけど、食べないだろうな今日中に食べないな多分ね。ひなあられ、ひな祭りとかもういつぶりだって感じですよね。えでもやっぱりこういう年の1年のイベントごとはやっぱ楽しんだ方がいいですよねってめっちゃ思いました。過去形なんですけど、やっぱりクリスマスとかさ、バレンタインとかハロウィンとか、と何だろう、まあそういう系なんか楽しんだもん勝ちなんだね、そういうのは。そう、やっぱり高校生とかになるとそういうイベントごとに全力を注ぐじゃないですか全力注いで、で写真とかいっぱい撮るので、そういうのを見返すとね、そういう行事はやっぱ楽しんでてよかったなって思いますね。だからさ、ひな祭りなんかやればよかったでもひな祭りって何するんだろう、本当にね。確かそうそう、なんか子どもの日はちょっと子どもの日やからっていうなんかあるけどね。確かにおひなさん、ひな人形を飾る、確かにね。すごいですよ、あんなの、あの思いついた人、ひな人形とかさ、どうやって思いつくんやろ今さえそういうなんかキャラクターみたいなの生み出してくださいって言われても全然なんか思いつかないもんね。なんか今すでにあるやつにちょっと似ちゃいそうやしね、オリジナルのキャラクターを生み出すなんて。え、そう、 NMB のなんか公式キャラクターみたいなのも欲しいですよね。なんか可愛いのなんか作りたいけど、どんなんだろう。まあヒョウ柄かなみたいなとこはありますけど、ヒョウ柄にするのかたこ焼きにするのか、うん、あと何やろね、豚まんにするのかグリコポーズにするのかね。そう、ヒョウ柄になりそうですよ、ヒョウっぽくなりそうでも可愛くないですか、ヒョウの人形みたいなのにさ、あのアイドル衣装を着せて、フリフリの衣装を着せて
めっちゃいいやん。ね。確かに確かに、マイクとか持たせて、ペンライト持ってうちわ持って、ねひょうひょうひょうキャラクターで確かにひょう柄と衣装を掛け合わせたらすごいガチャガチャになりそう。確かにいろんな色がもう入り混じりすぎてね。ね、でも可愛い、可愛くなりそう。そういう NMB の公式キャラクターとして、ぬ、あのぬいぐるみみたいなのやってほしい。それ着たい中の人やりたい。ぬいぐるみになって風船とか配りたい。風船配るか、何しようかな。ぬいぐるみ着て、着ぐるみか、着ぐるみ着て、なんか観覧車とか乗りたい。一回着てみたいですよね、着ぐるみって。どんなんだろうかっていう。しかもさ、あの着ぐるみ着てたら中は見えないじゃないですか。だからなんか変顔とかしててもバレへんし、面白そう、そういうのめっちゃ楽しそうね。いいじゃないですか。やりたい。暑いですよね、でも着ぐるみって。だってすごいみんなやっぱイメージでは頭にタオル巻いてさ、暑ーって言って着ぐるみから出てくるイメージだからね。暑そう。一回やってみたいね。でもほんまに出してほしい、なんか NMB キャラクターみたいな。ね、かわいいじゃん。わっ確かに、それで踊ったらもう、あ、もう熱いどころの騒ぎじゃないですよね。だってさ、公演とかでもこう衣装とか基本半袖で、それで踊ってても汗だくになるし、暑いんで、もう本当に。だから長袖の衣装とかもう本当にもうサウナサウナみたいな感じ。暑い、もうすごいですよ。公演前とかこうサブ、半袖はねさすがにサブってなるけど、でももう公園だったらね、暑いので。そう、ほんまに暑いところの騒ぎじゃないかもしれないね。ほんまに、そうそうそう、いろいろ踊りにくいんかな。でも着ぐるみ着てたら動きにくいから踊りにくそう。めっちゃ変なダンスになりそうやけどへんてこダンスになりそう。一回でもやってみたいな、着ぐるみでダンスやってみたいね。ん、じゃあ今日はみんながあのステージから着ぐるみで出てくるのかどうなのかを予想しながら待っててくださいどっちか、どっちかなって思いながら。18時半から青春公演始まりますので、ぜひ見てください。ほんなら
ランキングを発表します。13位お茶っ葉タイムさんありがとうございます。12位ホリチッチさんありがとうございます。11位酸っぱい桃のセックさんありがとうございます。10位チャウチャウさんありがとうございます。9位大志奈さんありがとうございます。8位小判さんありがとうございます。7位クニアンさんありがとうございます。6位ライフさんありがとうございます。5位佐藤さんありがとうございます。4位ガチのつりさんありがとうございます。3位1つ2つ3つさんありがとうございます。2位加藤オーナーさんありがとうございます。1位がマキシマムザユくんさんです。ありがとうございます。スペシャルギフトを送ってくださった皆さん、コメントしてくださった皆さんも、見に来てくださった皆さんもありがとうございました。じゃあねー行ってきます。